発立池は愛知県田原市にある豊川用水の調整地である。2010年3月25日に農林水産省のため池百選に選定された独立行政法人水資源機構が管理する発立ダムの人造庫で正式名称は発立調整地。水源であるれダムからは約 98km 豊川用水東部間線路の末端に位置し、 鉱石台地の谷間に2つのダムを建設して貯水している。有効貯水量は160万立方メートルで、厚み半島線端部に農業用水を供給する。豊川用水の建設時には各地で遺跡が見つかっているが、当地でも1968年の発立、ダム建設の際に、指定の南側でイラゴ東大寺が用跡が発見され、 発掘調査の後現地にて保存された、中心小足式アースダム。詳細は、うっき三章。停滞正面に、金滅下による文字が描かれている。傾斜小足式アースダムで、堤高12.5メートル、堤長105メートル、大石32000立方メートル。発立池周辺は、発立池公園として、 浸水護岸や散策路が整備されており、春から初夏にかけては桜や花菖蒲、紫陽花が咲くなど、憩いの場となっている。また2008年には、美しい愛知づくり景観主600選にも選ばれた。ありがとうございます。